はい。ああ、なんですか。ああ、あそこのスーパーの。はい。万引き？いや、知らないですけどね。いや、してないです。はい。え、何？万引き G メンの方ですか？ああ、そうですか。あ、いや、やってないですけど、疑うのであれば、店出た時に声かけないと、もう家来ちゃってるから、ね。その家まで来ちゃダメなのよ、G メンって。店のとこで声かけないと。もう、取ったもん出してって言われても、出せないから。ね、もう家の中置いちゃってるからさ。いや、取ってないけどね。うん。何？ 3 日前。いや、やってない、やってないだから。いや、1週間前もやってないってだから。1ヶ月前も。で、なんで声かけないの？そんな怪しいと思われてるのであれば、言って、それは。俺も気をつけるから。やめてよ、ね。何その、なんか紙みたいな。何？え、俺が取ったもん全部リストに書いてんの？え、10年前からこれ全部つけてんの？10年前から、なんで言わないの？だから。ねえ、俺が取ってるのっていうのを全部知ってての、で、取ったよ。取ったって。こんだけ証拠あるんだったら取ってるでしょ。うん。いや、だからさ、その、初犯の時に言わないと、それは。ね。1回目で注意されなかったから、あ、この店、ちょろいなって思っちゃうじゃん。だから同じ過ちずっと繰り返しちゃうんじゃん。なんでそういうことわかんないのかな。な、ちょっと、え、何、ちょっと、な、何、ちょっと勝手に家の中人入れないで、何、差し押さえ？え、何、この、今まで犯した罪が罰金として全部蓄積されてるってこと？え、いくら貯まってるんですか？17億。17億。あ、これあれだ。あれだ。なんかすごいこう泳がすだけ泳がしといて一気になんかこう追徴課税で一気にガーって持っていくっていう税務署のやり方だ。税務署のやるやつだこれ。インスタントジョンソンの人も同じことやられてた。最悪だ。万引きダメ絶対。いや、ほんとマジマジマジでマジでマジでダメ。